こんにちは、北です。今回はやまびこの会議について少し話をしていきたいと思います。それでは最後までお付き合いのどよろしくお願いします。2024年の9月4日と5日でやまびこの会議が岡山の方でありました。ちょっとそれに参加してきました、伐木選手権の選手の方ですね、今井さんと横山さんでしたかね。 面白いいパフォーマンスを見せてもらいましたねでそれもちょっと後で紹介したいと思います。今回ですねチェーンソーの方も新発売ということでですね、その伐木選手権に特化したような感じのチェーンソーと言っていいんですかね。まあ普通の一般の伐木とかそういう林業で使えるようなチェーンソーなんですけども、もうさらにその伐木選手権に もうちょっと特化したような感じで改造がされてるようなチェーンソーみたいな感じで、えちょっと見ていってみてください。ちょっとこんな感じでですね。こういう感じで。こういう動画の方はですね、興味のある方はこ見てもらったらいいと思います。こういうところはですね。で排気量が73.5、6流倉庫シリンダーですね。クローズドポートになってますね。こういうような感じで仕様が書かれてて、ね。ね ガンマークなんかも変更ができるようなガンマークとかなんかこう見やすいようなガンマークになってるみたいですね。抜木競技に特化したような商品も部品ですかねガイドバーとかスプロケットなんかも出てましたね競技用のナットとかですねこんなん15インチになってますねガイド枝払い用のガイドバーがですね64コマっていうところで15インチってしてるのかもしれないんですけど このガイドバーのこの幅が結構あるんでですね。15インチよりもちょっと短いかもしれないですね。ひょっとすると。で、こっちの設置切りのガイドバーもこんな風に出ててですね。こっちは20インチになってますね。これはあれですね。325ピッチの58ゲージですね。上はあれですね。63ゲージになってますね。1.6ミリゲージですね。64コマ。 バット用のガイドバー、ここがもうストレートのやつですね。ストレートのやつは、これは20インチ。これも58ゲージで80。ああ、じゃあこっちの20インチ、設置切りの方は3 8分の3ピッチなのかな ?20 インチで7 0あどうなってんだ全部325ピッチなのかなこれは。なんか3 8分の3ピッチのやつがあったような気がしたんですけど。 クラッチドラム、スプロケットの方なんかもですね、1、2、3、4、5、6、7、8、9。9丁ですね。9のあれがありますね。ナットもこれ競技用のナットで取り付け取り外しがしやすいような感じになってるんでしょうね。こういうところにテーパーが切ってやってですね、内側に。こんな感じですかね。やまびこのサイトから、 第5回日本×僕チャンピオンシップ大会の結果についてをちょっと見ていきたいと思います。今井選手が総合成績6位で、横山太蔵選手が準優勝になってますね。WLC 出場決定になってますね、横山選手の方はですね。今井選手は予選1位通過だったんですけど、総合順位が6位で残念だったですね、これで。横山選手の方が予選10位通過で、総合順位ですね、本戦の総合順位で2位。 WLC に出場っていうことだったんですね。あの、総チェーンの脱着ですかね。これ、私、昔ですね、もう20年。 そこらもう相当昔なんですけどその当時なんか16秒ぐらいだったんですよね海外の選手がですねで早いなーとか思ってたんですけど今はもうさらに10秒切るぐらいの取り付け取り外しですかねなったりみたいですねびっくりしましたあとで動画の方も紹介しますのでよかったらちょっと見てください 十一。ね。 い,いやー、行選手とも早かったですね、横山選手は世界大会頑張ってもらいたいです。 山彦さんの方の会議でですね今回初めて日本を2つに分けて西日本東日本でですね会議をやるみたいで今まであの九州なら九州の中だけでやってたんですけども今回はかなり広範囲のところの販売店さんが集まってですねなかなか面白かったなと思いますねもう少しこう時間があればですねもっと突っ込んだ会議になって面白いんかなとか思ったんですけどでそれと今回ですね良かったなと思うのはですね 懇親会の時にですね、すごくあの修理をする販売店さんの修理担当の方とも知り合いになってです、ね、名刺交換はさせてもらってでしかもあの電話電話携帯電話の番号も交換させてもらってですね、何かあったらいろいろ教えてくださいということででですすね、ね。ちょっっとそういうい話もしてよかったです、ね、修理をやってる方では本当すごい修理量だなと思いましたね。 山この会議だったんですけど、その人の修理の特化のあればですね、どっちかっていうと、ハスクバーナーをよくやってるみたいですね。なんか、ハスクバーナーのチェーンソーの担当みたいな感じで修理をやってるみたいでですね、550XP とですね、560XP、そのあたりのチェーンソーをですね、月20台とか修理をやってるみたいです。すごいですよね。 この業界に入ってきたのも10年ぐらいっていうことらしいんですけども年数じゃないですもんねまあ月20代 550XP なり 560XP やってるともうそのチェーンソーに関してはもうスペシャリストになってると思いますでなんでそんなふうにスペシャリストになってるって言えるかっていうとですねこれもちょっとなんか言いづらいんですけどよく壊れるチェーンソーはですねよく修理に入ってくるんで で同じチェーンソー何度も修理するようなこともあるんでですねすごくその勉強になるっていうか本当に知識が高まるるというかです、ね、なるんですすねねなんよ私も昔なんですけどもスチールとかですねハスクバーナーもそうだったんですけどキャブレターに加速ポンプがついてきたような時期ですかね。 排気圧規制で当時加速ポンプがどういうものかとか加速ポンプがついたとかいうのをですねメーカーさんから聞いてなくてですね私自身が他の販売店さんは聞いてたかもしれないんですけど私そんなふうになってるっていうのは知らなくてですねなんかおかしいなんかおかしいとかいう感じでですね当時 MS の 200T だったかなそれをですねもう34日かけて 同じとこを何回も分解して組み立てていろんなところを触ってとか言ってそういうチェーンソーがすごくたくさん修理に入ってきてですね。でもおかしかったんだですねで。なんかおかしいですこれとか言っていろいろ大変でしたね。ただそのおかげで何度も分解組み立てしたおかげで もうそのチェーンソーに関してはそのもうあ,あそこはこういう風になってるとかもうかなり勉強させてもらったっていう感じですねチェーンソー屋なんですけど私チェーンソーとか草刈り機の修理とかもしてるんですけど全てのメーカーの全ての草刈り機や、ね、チェーンソーに対して機械に対してもうすごく知識があるわけではないです基本的な原理とかですね 燃料ををしてプラグは火花を出すすとかですねそういうのは分かってるんですけどのメーカーも同じなんでですねそういう基本的なことは同じなんですけどそのメーカーのそのチェーン層がですねどこに弱点があってどういう。 故障の傾向があるとかですねここはいい点とかいうのはもうチェーンソーによっても違うんですよね弱点がですねそういうのを全てのメーカーのチェーンソーに対して知ってるかって言ったら知らないんでですねよく販売しているチェーンソーでよく壊れて修理に入ってくるチェーンソーに関してはすごく得意になるっていうことですかねハスクバナナの修理してるっていう方なんですけどもう本当相当やってるんだろうなとか思いますね月20代 同じチェーンソーを修理するっていうことはもうまずあんまりないですもんねうちでもあの多い時はですね100台ぐらい修理機械の修理してますただそれが100台が100台ですね全部同じチェーンソーとか同じ草刈り機だっていうわけではないんですよいろんなメーカーの草刈り機いろんな機種があったりですねあのヘジトリマーがあったりブロワーがあったり チェーンソーがあったりで,チェーンソーでも大きいものから小さいものまでバラバラなんですよ同じチェーンソーをつ同じ月に、うん、修理するって言ってもやっぱもう10代ぐらいですかねだからそれを考えるとそこの販売店さんのその修理担当の人はもうその機械に対してはスペシャリストだろうなとか思いますとにかく何年働いたかじゃなくて何台修理したかなんですよね それでどん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 知識が溜まってくるというか経験が溜まってくるっていうような感じでですねいや今度何か分からないことがあったらその方にちょっと電話して聞いてみたいと思いますねメーカーさんに聞くよりその人のほうがよく分かってるかもしれないからですねこういう症状が出てるんだけどどこが悪そうとか言うとすんなりあそういう症状だったらここ見ていい最初にここ見たほうがいいですよみたいな感じで教えてくれそうだけどですね いやーいい人と知り合いになりましたね。だからですね、今、あのこういうこと言うとあれなんですけど、ハスクバーナーの専門店っていうか、ハスクバーナーをメインでやってる販売店さんはですね、今回のこのあれで、えー、相当、修理技術とか知識とかですね、もう、すごく高くなったと思います。鍛えられてですね、すごく鍛えられて、修理のテクニックは上がってるんじゃないですかねだかからあんまり壊れない機械とかですね。 そういうのばっかり売ってるとですね正直言うとそのスキルは上がらないですね修理とかそういうスキルはですねちょっと不具合があるようなチェーンソーとか草刈り機を販売してるとですねもう修理を何回もするような感じでスキルがあるかあるからですねただもうそこの販売店さんはどうなんでしょうねハスクバーナーとか 550XP とか 560XP ネットで結構販売してるんでですね修理代金ちゃんと取ってるんですかね ちなみにちょこっと聞いたんですけどキャブレターを分解していろいろちょこちょこっとちょこちょこっていうかこう完全分解してですね掃除して部品交換してっていう話をして部品代は別にその時の工賃いくら取ってますかとか言ったらですね45,000円って言ってました。 結構面倒なんでですすよ、外してですね。掃除して、組み立てて、調整してっていう感じでですね。昔はですね、3000円ぐらいしかもらってなかったとか言ってるんですよ。でも、どうしてもやっていけないっていうことで、4、5000円ぐらいにしたっていうことでですね、大変ですもんね。で、その4、5000円の仕事をするとですね、どんなにうまくいっても、1時間はかかると思います。掃除もするんで。ラッキーっていう感じで1時間だと思っていいかなと思いますね、修理が。 こんだけで済んだわっていう感じで,でそれだけじゃないんでですねでそこの販売店さんもそのキャブレターだけじゃなくてクラッチの方が悪かったりとかですねスターターが悪かったりそしたら、うん、修理代金別個に取ってるんんでですすかかねねどうなんですか、ね、この業界あんまり修理代金取れないからですねコーチンはうちもコーチンはですねキャブレターを分解すると4,000円っていう感じでやってるんですよ。 修理代高い高いとか言ってる言われたりもするんですけど工賃はですねそんな通ってないんですよ部品代とかそういうのが高いんでですね特にハスクバラとスチールはですねそんな感じですかねあの山び子の会議の話なんですけどねちょっと脱線が過ぎましたね今回の会議もですね質疑応答があってですね結構良かったと思いますでも今回は前回が山び子の会議いつだったかな 今回も質疑応答もですね結構いろいろ出てたんですけどヒートアップすることはなかったような感じですかねこういう会議はですね質疑応答がなかったらもうなんかうーんあんまり意味がないような気がします質疑応答がもう会議に行く目的って言ってもいいんじゃないかな私はそういうつもりで言ってますね質疑応答ですね でででなんで質疑応答がすすごく重要かと,いうとですね例えばやまびこの会議に行ったとしてもですねうち,うちがやまびこさんの方の商品を売ってるっていうとですね草刈り機で言うと RM の3027とか3025とかですねそれよりも大きい方の草刈り機をよく出してるんですよ。でそれ以外の機械はあんまり売ってないんでですね修理も少ないんですよやっぱり売ってない機械の修理ってですね。 だからどういうふうになってるかわからないですしでチェーンソーは言うとですね E-2125 はよよくうち売ってるんですよただそれ以外のチェーンソーに関してはあんまり売ってないんで修理も入ってこないんで,でそうなってくるとですねどういう不具合があるかとかどういう感じなのかっていうのか全然わからないんですよ。例えば 40cc のチェーンソーとかですねもっと軽い草刈り機があったとしても今まで販売実績がないし 修理もしたないんでですねただその質疑応答の時にこういろいろメーカーさんとその販売店さんのあれがあると思うんですけど話がですねクレームとかそういう話をすると思うんですけどそうなってくるとあこの草刈り機は、ね、自分が販売したことない草刈り機に対しても知識が増えるんですよねその質疑応答に出てるっていうだけででそうなった時に今度またお客さんが来た時にこの草刈り機が欲しいって言った時にですね販売する時にですね こここここの草刈り機はここが弱点なんでこ、こに注意して使ってくださいっていうことを一言添えて言えるんですよその質疑応答で得た知識をもとにしてですねで一言添えるだけでですねお客さんの方も注意するようになるんでその機会がその点に関しては故障が少なくなくると思ってます。だから質疑応答って重要じゃないかなとは思うんですよ。 メーカーさんとしたらですね自社のですね製品の悪口を言われてるっていうふうに思うかもしれないんですけど弱点をですねただ販売店が集まっていろんな販売店にその情報が広がるとですねどんなふうになるかっていうとそこの弱点を聞くことによって知らない弱点を聞くことによって販売するときにここに注意しろって一言言えるんですよ注意してくださいってお客さんにその一言が本当に故障が少なくなると思いますその一言で故障が少なくなると本当に思います だから、質疑応答でですね、悪口なのかもしれないんですけど、クレームとか悪口ってメーカーさん思うかもしれないんですけど、ハスクバーナの質疑応答も面白いですもんね。で、ハスクバーナの時はですね、質疑応答がなかったら、とにかく悪口でもいいんで言ってくださいって <laughs> 言ってくれるんですよね。悪口でいいんで言ってくださいとか言って、面白いなとか思ってですね。でもまあ、悪口を言ってもらわないと、フィードバックにつながらないからですね、より良い製品にするための。 えー、今回も言いたいこと勝手なことばかりを言って申し訳ありませんでした、えー、今回はここまでにしますそれではまたさよならさよならまた見てねチャンネル登録もしてねしてね